はようございます。おはようございます。でございますね、まあ今日は休日のある朝なんでございますが、はい、志保さん、はい、おはようございます。おはようございます。改まって今日はですね、なんでここに来てもらったかと言いますと、はい、はい、自分の部屋だから。今日は志保ちゃんに、はい、24時間ソファーチャレンジをやっていただきます。ずっとソファーってことですか？そうです。今日は1日ソファーの上で過ごしていただきます。はい、着替えるも全部、はい、ご飯も、ご飯もお風呂も。お風呂はさすがにトイレとお風呂だけは皆さん許してください。ここはちょっとね無理なので、はい、まあお風呂は1日ぐらい入らなくてもいいけど、ね、とりあえずトイレだけはちょっとね、あのどうしようもできないので、そこはちょっとトイレすずそこなんですけど、はい、そこは行ってもらいたいと思います。上のトイレにしてください。トイレは一番部屋の近くのトイレのみ OK です。下のトイレは禁止です。今日は下に行けないということですね。白ごろに会えないと、まあ、リミちゃんに連れてきてでもいいけど。あ、それでリミちゃんはあのお手伝い役になっていただきます。はい、リミちゃんはしほちゃんがソファーにいるからできないことを助けてあげてください。今日は、はい、行きますか？だからリミさん、今日スイッチしてるから無理とかダメだよ。え、何？じゃあ、だからさ、リミ、うん、さ、今日早く着替えてたの。あ、そうそうそう、別にそういう意味じゃないけど、早く着替えてって言ってね。ちょっとね、あの部屋がね、ここの横幅が狭くてカメラがね、ちょっと全部入んないので、ちょっと斜めからの撮影になっちゃうんですけど、はい、こんな感じでね、撮っていきたいと思います。はい。で、今日はもうご飯を食べちゃったので朝ご飯は、うん、なのであの着替えからスタートしたいと思います。はい、はい、じゃあリミ早速着替えを持ってきて。何の着替え？あのね、あのパーカーがいいんだよ。下にあるんだ。下だってね、ウームパーカーを着るそうです。ウームパーカーどこにあるの？がね、届いたんだよね。そう、着てみたいなと。昨日あのシャカシャカがめっちゃいいと思う、うん、まあ、 あのずっとソファーなのでね、ほんと今日は楽な格好がいいかと思います。ズボンとかね、見て、私ね、うん、あのね、いつもね、この首にね、ゴムをね、引っ込んであるんです。うん、いつでも結べるっていう。はい、それで一つルールの追加なんですけど、このソファーに体の一部が触れてれば OK にしたいと思います。いや、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。でも、ほんと触れてるから、このほんとのこの範囲になっちゃう。机とかにはいけないし。はい、じゃあ、の、りみちゃんが持ってきてくれました。あと、下だって。ズボンで。ズボンならなんでもいいよ。ラインパンツ。ジーパンから持ってくるんだから、何持ってくる？めっちゃジャージだね。いいんじゃない？めっちゃジャージだけど、いいですか？リミちゃんが選んでくれた服なので文句言わずに着替えましょう。そうですよ、うん、じゃあ、はい、お着替えのところはねカットします。さすがに、あ、見せられない、はい、じゃあ着替えてください。ちゃんと見張ってますんで、ママとリミが。はい、というわけで着替え終わりました。はい、こんな感じで今日はこれで過ごしていきたいと思います。はい。リミは過ごしていく。リミは呼ばれたら来ればいいから、別にリミは一緒に座ってなくてもいいんだよ。え、じゃあここから何でもしていいと思う。そうだよ、とりあえずソファーにさえ触れてれば。なるほどね、うん、何する、うん、じゃあスイッチじゃなくて Wii U やります。いいですか？ Wii U じゃあ、はい。で、久しぶりにゼルダの伝説でもやろうかな。充電切れてたらごめんなさい。まだ充電切れてると、え、あ、切れてなかった。あ、そっか、嘘もあんのか。懐かしい。 YouTube 見る、あ、ネットフリックス見れるよこれで。何しようかな。今日はね、休日なのでね、勉強はね、しないそうです。動かないいつもしないもんね。ねえ、なんちゃんしーちゃん、なんちゃんというかね、リミが頑張っております。こ、一番こっち、そう、じゃあ、そこで確か3だった気がする。ビデオ、いや、違うの、3。
ついてない。つけようか。これつかなくなる。操作がわからない、りみちゃん。いつも私がやってるからか。果たしてできるんでしょうか。何？あ、諦めんだって。じゃあ漫画読むわ。ピカチュウ。片付けてる。片付けてる。もう偉い。片付けてる意味。レミ下行ってくるね。じゃね。じゃね。わーわちょっと漫画も飽きたんで、リミを呼んで違うことしたいと思います。リミー、はーい、来て。面白いね、やっぱ漫画って本当面白い。読みでしょうか。来ました、来ました。え、これ読み終わったから片付けて。次は何するの？どうしよう。スイッチもつなげられないよね。だよね。どうしよう。本当はブラバンとか作りたいけどさ、絶対難くない？これか。あーってやる。難くない？でも背中をずっとそこの側面につけられるなら。絶対どっかしらつけてないとダメだよ。そう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 。ずっと背中をソファーにくっつけてられるんだったら別にこれで作業は。で見られない。なんかこう書いてる途中に背中がこう丸まって怪しくなったら危ないけどね。どうする？挑戦するか。挑戦。ブラバン作りたいんだ。誰どこにあるの？あのカナオのやつ。今からプラバンにレジン、今からねプラバンにレジンを塗っていきたいと思います。じゃあ行きます。ベタ塗るだろう。もうちょっとじゃない。ピータリーに戻って大丈夫？大丈夫だよ。リミ、無事しよっかな。うん、優しい。リミちゃんが来ました。ヘルプに。上ですんの、スイッチ。視聴者さん来た。視聴者さん来てくれた。いいじゃん。はい、というわけでできました。裏にねラメを塗ったんで、これを今から太陽の当たる場所にママに持って行って、あ、リミか、リミに持ってってもらおうと思います。はい。これところで何かみんな分かってるかな。プラ板です。あのカナオのプラ板をリベンジして作ったやつの裏にレジンを塗ったっていう、でその上についでにラメも塗ったっていう動画でございます。そうです。あれ、イグロさんは？イグロさんレジン塗ってない。イグロさんどこにあるの？イグロさん、リミでイグロさん、リミいる。ちょっとね、カナオのやつ見せなかったんですけど、はい、あ、もう袋に入ってんの？そう。これお友達にね、あげる用なんですけど、イグロさん推しなんですよ。そう、お友達がイグロさんが好きで、ママにさ、袋もらいたくてさ、うんうん、なんで？あ、その袋ちょっともうボロボロってこと？うん、そう。見えるかな、まして。
こんな感じでイグロさんを作りました。はい、プラ版です。で、はい、ここに穴開けてキーホルダー、あ、これにしたんだ。これにしました。はい、こんな感じで、ね、これだとどこにでもこうねつけられるっていう感じでございます。いいよね、上手にできた。頑張った、ね、はい、こんな感じ。これはね、絵を写しましたね。自分で描いたんじゃなくて、もちろん写し、え、自分で描いたよ。え、自分で描いたの？写真写すのも自分の手でこう描いたから、描いたって言われる。そういうのじゃ、写しましたってことね。はい、写しました。はい、じゃあ終わりましたので、リミちゃんどう？ん？終わる？あとね、35分いらない。35分待てるわけないやん。あと27秒。じゃあ翔ちゃん片付けなきゃ、そここれゴミにして、それはリミちゃんに外にあれしてもらう。うん、あ、外まで行ってもらうの？ありがとう、リミ。え、だって太陽光、あ、ここに、こっちの部屋の太陽が当たるとこに置いとこう。え、ベランダとかの方がいいと思う。うん、ベランダに。その板ごと置いちゃうよ、緑の。うん、うん、え、だったらイグロさんもやっとこうかな。あ、失敗した時困るし、やめてた。うん、意外といいと思うんだよね、かな。はい、どう？あ、違う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 、いい、これぶどう外に干しに行ってきます。いってらっしゃい。どこ？やばい、飛んじゃった、やばい、撃てないんだけど。あ、チャージやか、私の大嫌いなやつ。あ、でも勝ってるよ、ゆちら今。ゆちらやってんの？ママ、ありがとう。あ、やばい、ごめん、あ、目ついた。はい、ありがとう。次どうしよう。携帯見ようかな。イヤホン持ってきたよ。イヤホンね、こっち。多分カバンの中に入ってるはず。カバン？うん、待ってよ。あれ、昨日何のカバン使ったっけ？そうだ、あの銀色のこうやつ。こういうやつ。違う、あ、そうだ。これでしょ？あ、こうだ、こういうやつ。なんかないじゃん。イヤホンある？ある。ありがとう。何見てんの？ TikTok 見てます。リミー、飲み物取ってきて。リミー、今飲み物あさってた。持ってきて。何でもいいよ。確かに。助ける人の方が辛いかもね。今何時だろう。え、やば、もう2時10分。もう2時になっちゃってお腹空いたんで、お昼ご飯持ってきてもらっていい？あ、
何でもいいよ、任せていいから。よろしくね。ずっとソロ生活すまないな。皆さんもね、本当にね、ね、やってみるとね、わかりますよ。なんか、リミをね、うん、なんていうの、あやこうやなんか言ってできるのはすごいいいんだけど、離れられないんですよ、そっから。本当にね、皆さんもやってみてほしいです、ぜひ。まあ、おすすめはできないんですけど、つまんないです。やっぱり、うん、学校とかが一番楽しいね、やっぱ私の経験上。持ってきたよ。うん、ありがとう。怖い。あ、テーブルの液たら。ちょっと片、アリミちゃん申し訳ないんですけど、片付けてあげてもらってもよろしいですか？いいですか？すいませんね。全部机の音。そうだね。あ、優しい。はい、ありがとう。じゃあテーブルも動かしてもらって。これは。あ、そういうことあげてるね。床に座んなきゃ食べらんない？もしかして。いける？これ。いただきます。 UFO だね。そうです、今日はリミちゃんができるものは UFO でございます。たまに食べたくなるよね。ペヤングも美味しいけど、ワカレはやっぱり UFO だよね。リミも食べる？シーちゃんしたい。いただきます。何かあったらあげてください。うん、うまっ。おいしい。早く食べた。おいしいですか？おいしいです。ダイヤのものも食べてきて。はい、じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバイ。ごちそうさまでした。あ、美味しかったね。美穂、美味しかったです。すごい美味しかったです。はい、お腹もいっぱいになったことだしね、そろそろまたここです。またリミを使って、うん、過ごしていきたいと思いますよ。多分そろそろリミを食べ終わってる頃だと思うんで、呼んでみましょうか。リミー、はい、来て。今トロの横にいっぱい食べ終わってますね。来てリミー。来よ。じゃあコロンと一緒に来てよ。ダメだよ、持ってこうじゃない。金ちゃん、かわいい。ピラマだじゃん。かわいい。これで白コロにも会えましたね。会えました。そういえばリミ、あのさ、うん、ちょっとさ、私の机の上からさ、パズル持ってきてくれない？パズル？パズル。どれ？リミも一緒にやろう、しーちゃん。はい。あ、ハサミ取ってきて。あと下から台座みたいなの持ってきて。しーちゃん、それ何ですか？今度何するの？見せて。これは鬼滅の刃の今からパズルをしていこうと。お、パズルですね。じゃあリミだ。あ、待って、これ持ってて。で、パパ、あの台座を持ってきて。あ、なんで、なんでそこなの？下に分かったよ。お疲れ様です。
ちゃヘラもついてた。気をつけてね。ヒロコロはどうするの？ヒロコロはここにいる。ここにいるんで、もおしっこしちゃったら大変だね。シロかわいいね。でも私はここで、また何か見つけてくるのか。シロダメだじゃん。でもソファーの下なんか落ちてるかもしれない。尻尾ちょーぷりふりしてる。やばい。喜んでますね、シロ。クリオン、クリオンはどうした？クリオンはちょっと、なんで私ここにいるの状態だね。出たいよって言ってそうだね。だね。またシロなんか荒そうで怖い。シロダメ、そっち行ってまずはでも、おしっこシートがさっきだった。なるほど。ちゃんとするんでしょうか、ここで。だね。めっちゃ喜んでますけど、シロンが。パズルの台じゃなくて。パズルの台じゃなくて、あのリミのランドセルの、この辺にある。背もたれにある。シロン！なんかシロン超えてる！え？なる、超えてた？ここに友達を呼んだ時のね、うん、王様ゲームの王様勘でた。王様ゲームの何紙、うん、友達とやったの、うん、それ番号の紙、王様、王様の指令の紙、王様加えてた。あ、王様って書いてやつか。そう、うん、シロン、コロン、コロン出るのか。シロン、シロンはすごいな、冒険心が。そっち行っちゃった。あ、いいよ、めっちゃ言う。シロンは大喜びだけど、コロンはなんか早くももう私下行きたいんだけどみたいな。シロンは大喜びだね。コロン、コロンはなんかね、帰りたいみたいよ。ほら、シロンは大喜びなんだけどね。リミ、コロンをそろそろ下に。コロン、やだな、ここなくね。だけど尻尾上がってるよ。シロンは大喜びだね、尻尾フリフリして。シロンも嬉しいにゃん。ジャン、見て、これ、これ。ん？ジャンプーン。できる？リミ。今からパズルやるので、これは下に行きたいと思います。このハサミ切れない、切れない。シロン、シロンもおいで。シロンは帰りたくないのか。シロン帰りたくないの。シロン、シロン帰りたくないの。ほ、今だ。あ、シロン、シロン下行こう、下行こう。やるか。俺全員つわ。ほんとだ。え、リムもやるの？やるよ、みんやる、ちっちリミ、やっぱり私さ、ここ、あそこに背中ついていい？いいよ。ありがとう。一人でやろうとしたら、リミちゃんが私もということでね。リミも参加して、一人でやりたかった。リミちゃんも結局参加したね。どう、順調？リミ一人でやりたい。うーん、ママとお買い物行く？行く、うん、あっちへ、ここ、うん、うん、暑いよね今。こんな感じで、でもだいぶ進んできたね。でしょ、うん。お、顔がちゃんと来た。ママ見て。おお、いいじゃん。イノスケもちょっとできてる。イノスケほら、ちょっとできてきた。あ、そっか、あれ、あれになるんだもんね、あの表紙のやつにね。そう、ソファーからは離れないようにしてくださいね、絶対に。わかりました。大丈夫、できる、それで。できる、できる。